こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、ちょっと新しいキットのご紹介をしようと思います。前にね、5月かな、5月の中頃ぐらいにあったあの静岡ホビーショーの時に、新製品発表で発表されてて、僕が一人でやたらと興奮してたキットですねが、いよいよ、発売になって届きましたので、今回はそれの開封レビューと中身のチェックをちょっとしていこうかなと思います。というわけで、今回やるのがこちら、ホンダシビック EF9 ですね。 EF9 のグループ A 仕様、こちらをね、レビューしていこうと思います。はい、そしたらね、早速開けていくんですけど、この EF9、この車何なのかっていうと、グランドシビックって言われるシビックの、シビックなんですけども、前にね、同じメーカー、これ BMAX っていうメーカーなんですけども、これと同じメーカーで、EF3 っていうのが過去に発売されてます。一応こちらになるんです。あ、ちょっとタイヤが取れちゃってるんですけどね、ホコリがすごい。 EF3、が発売されてるんですけども、これの後期型っていう、車両になります。これがね、前期型で、エンジンが ZC エンジンっていう 1.6 リッターの DOHC エンジン、ダブルオーバーヘッドツインカム、ダブルオーバーヘッドカムっていう、エンジンを積んだ、仕様になってます。グレードで言うと、シビックの SI っていうグレードの車両になります。これがね、前に出てたんですけど、これのね、パーツ構成がエンジンが付いてないのにボンネットがね、開くようになってたんですよね。このボンネットがね、開くようになってたんで、ボンネットが別体で、リアスポンも別体で、リアバンパー、前後バ、フロントバンパーも別体でいうパーツ構成になってたんで、これは絶対後期出るやろうっていうので非常に期待していたら、案の定ですね、今回というか、ホビーショーの時にね、販売しますよっていうアナウンスが出てたので、もう迷わず即予約をしました。なので、僕的にはね、この車何でも乗り継いだ車なので、すごく思い入れのある車なので、ちょっと気合を入れて、作っていきたいと思います。で、今回のこれに関しても、デカールは、BMAX から正式に出るのはこの出光カラーのみになります。ただ、この前期型 EF3 の時もそうやったんですけど、後からデカールのみっていう形で他の車両も、何種類か出たのと、あと社外品でもポロポロと、デカールが出てたので、その辺もあの他のバージョンっていうのも期待したいなというふうに思ってます。なので僕はね、最初5つ予約したんですよ。5つ予約したんですけど、なんかね、結構予約数が多かったみたいで、ちょっと最近に2つだけっていう形の納品になっちゃったんで、とりあえず今届いてるのは2つなんで、ちょっといろんな仕様で、この出光仕様、とりあえず出光仕様を作って、で、自分が乗ってた仕様のやつを1台作って、で、他のデカールが出たら他のデカールでいろんな仕様っていうのを作っていきたいなと思ってるので、作ったらその都度ご紹介はしようかなと思います。はい、話が長くなっちゃったんで早速開けていきましょう。はい、で、内容物に関してはね、正直言うとね、ほとんど前回の EF3 と変わりません。
ほとんど一緒です。なんですけど、ちょこちょこっと部品が入れ替わっ、新しい部品に変わってるやつがあるので、その辺をね、一応ご紹介をしていこうと思います。で、まあボディですよね。まずボディと、あとクリアパーツ、ウィンドウ系とヘッドライトとかライト類ですねと、これがね、新規金型になるパーツ、前後のバンパー、バンパーの形がね全然違うんですよ。バンパーの形が前後とも全然違うんで、この辺が新規パーツ。あとボンネットも、前期型の場合は真ん中がへこんでるんですけど、後期型は真ん中が盛り上がってるので、新しいボンネットに変わってます。これね、なんでボンネットの真ん中が盛り上がったかっていうと、また話が長くなっちゃうんですけど、この車好きすぎてね、話がどうしても長くなっちゃいそうなんで、はしょりたいんですけど、これは言っとかないといけない。ボンネットがね、真ん中盛り上がってるのは、後期型になって、エンジンが ZC エンジンから、B16A っていうエンジンに変わったんですよね。で、この B16A っていうエンジンの、大きな特徴っていうのが、VTEC が搭載されてるっていうところなんですけども、まあ、その半年前ぐらいかな、半年前ぐらいに、DA6 っていうインテグラ、マイケル・ジェイ・フォックスがね、かっこいいインテグラっていう CM をやってたインテグラの、後期型に、新しく追加されたその VTEC 可変バルブタイミング可変バルブタイミング機構ですね、が世界で初めてじゃないのかな。ただまあ VTEC 機構っていうのはあれなんですけど、それが搭載された、VTEC が搭載されたエンジン、新型エンジンっていうのをインテグラの弟社であるシビックに搭載したっていうのが、このグランドシビック EF シビックの後期型の SIR っていうグレードになります。それが EF9 っていう形になるんですけれども、まあ、そのエンジンを搭載するにあたってヘッド周りの、ね、大きさが大きくなった。VTEC っていうと、バルブのね、カモを切り替えるんですよね、低回転と高回転で、まあ、その辺はちょっともうマニアックな話になっちゃうんで飛ばしますけど、そういう機構がついてたんで、エンジンのヘッドが大きくなっちゃったんで収まらなかったんですよね、前期型のボンネットの中に。なので、こうモリッと真ん中が膨らむ形のエンジンに、ボンネットに変わってます。で、あとまあリアスポーンもちょっとだけ、前期型よりちょっとだけ大きくなってるっていうぐらいかな、外観で言うと、うん、です。なので、まあ、グループ A の車は、外観に関してはミラー以外は純正じゃないとダメっていうレギュレーションだったので、前後バンパーとかこの辺は全部、後期型の EF9 の純正の形に変わってます。こんな感じで、バンパーが変わったのに関連して、フロントのウィンカーの形状も、前がポツッとね、こういう感じの前だけのね、この四角いウインカーからサイドまで回り込むウインカー、こういうね、サイドまで回り込むウインカーに形状が変わってるので、このウインカーパーツも、新規金型のものが入ってます。で、この辺のミラー、ライトのね、ハウジングとかはそのまま共通になってますね。あとこのシャーシ周り、シャーシ周りはもう全く共通です、そのまんま。だから前期用のマフラーとかも入ってます。このマフラーは使いません。後期型になるとマフラーが形状が変わるので、このマフラーは使いません、はい、多分ね、マフラーが変わった理由は、VTEC の方がね、音量がでかいんですよ。ポートとかの K が ZC と全然違ってはるかに大きいので、排圧も高いからマフラーの音量がね、かなり大きくなるんで、そのためにこの対抗がね、ついてるんですよね。
太鼓がついてるんでマフラーの形状が全く違うので、前期型のマフラーは使いません。はい、で、あとホイールなんですけど、前期の EF3 の場合は、こういうねメッキホイールがついてたんですよ。こういうメッキホイール、まあ、このリムの部分、これって塗ったっけ、これ塗ったっけな塗ってるな。リムの部分だけ残してスポークの部分だけ塗ったのかな。ちょっとねメッキが曇っちゃっててなんだかよくわからなくなっちゃってますけども、これね前期の場合は前後ホイールが違うんですよね。フロントはワンピースなんですけど、リアはこのピアスボルトがついたツーピースホイールになってるんですけど、後期型になると前後とも同じホイールに変わってます。なので確か EF3 の場合はフロントが17インチリアが16インチだったはずなんですけど、後期型になると前後とも、いやちょっと待てよ、ちょっと確認しよう、見た目が一緒なだけでインチは違うのかな、ちょっと待ってくださいよ。あ、一緒やな、まあ、前後とも17インチに変わってますね。うん、17だよな。うん、そうですね、こっちは17、16なんですけど、後期になると前後17インチの通しの、ホイールに変わってます。だからタイヤもね、それに合わせて変更されてるっていう感じですね。はい、とまあデカールがついてると。デカールもこれまた蛍光レッドなんですよね。これもね退職のこととかもちょっと考えながら、ね、貼らないとダメにはなるんですけど、でもねこの BMAX のデカール、あのこの EF3 作った時にも思ったんですけど、この BMAX のデカールすっごい貼りやすいんで、デカールに関してはねあんまり心配してないし、これに関してはもう普通に、そのまんまこのデカール使っちゃおうかなっていうふうに思ってます。うん、まあ塗り分けでねやりはる人もいてはるとは思うんですけど、僕は今回は、もうこのデカールを使って、っていう形でやろうかなと思っております。はい、そしたらちょっと、もう少しだけ細かく見ていこうと思います。非常にマニアックな話にはなっちゃうと思うんですけども、見ていきましょう。はい、でボディの方は多分ねボディの方はね全く中身は変わってないと思うんですよね。全く変わってないですね中身は。でね、BMAX ってね、なんかね、まあ、BMAX の特徴なんかわかんないんですけど、表面がね、ツルツルしてないんですよ。プラスチックの段階で。なので、この辺はね、全部ちょっと削ってあげてっていう感じにはなるんですけど、まあ、最初にね、セサフ吹いて磨くんで、別にその辺はまあいいんですけど、まあ、ちょっとその辺が気になるかなっていう感じです。で、こっちの新規金型の分のパーツ類ですね、こっちの方に行くと、まあフロントバンパー、まあ、前期と全然形が違うんですよ。前期型はこんな形なんですけど、後期型になるとこういう形、ちょっと成形色が白いんでね分かりにくいですけど、こういう形状になるので全然形が違うんで、だいぶね顔の印象が変わります。で、まあちょっと一つ、この車に乗ってたからこそ気になっちゃう部分なんですけど、本当を言うとね、このヘッドライトとコーナーレンズ、サイドのコーナーレンズの形状って前期と後期って違うんですよ本当は。うん、なんですけど
これはね共通になってるんですよね。そこがちょっと、シビックオタクからすると少し気になるところ、ここのラインがね、ボンネットのここのヘッドライトのこの目尻っていう、目頭っていうんですかね、目頭の部分のラインとね、目尻の部分のラインが、EFQ の方がちょっと緩やかになってるんですよ。なんですけど、これはね、そこの部分を共通にしちゃってるんで、前期と後期で一緒なんですよね。そこがちょっと気になるところではあるんですけど、まあまあまあ、まあシビックオタクじゃないと気づかないような話なので、まあそこは、スルーしましょう。クリアパーツなんでね、作り変えるってわけにもいかないので、そこはもう、我慢していきます。で、あとは、まあ、さっきも言ったようにリアスポのサイズがちょっと大きくなってたりとか、あとマフラーが新しいパーツに変わってたりっていう感じ。あと、まあ、フロントのブレーキダクトが追加されてたりっていう感じですね。パワーがね大幅に上がってるんで、ブレーキの負担とかも増えたらしいので、ブレーキダクトが追加されてるっていう感じですね。はい、からこのクリアパーツ、こっちのクリアパーツ自体は、前期型から、使い回しです。なので、テールランプもどうしようかな。テールランプも違うんですよね。でもまあどっちにしろ中のリフレクター形状は EF3 の時からも形間違ってたから、もうそこはいっか、てな感じで、まあ、ちょこと、気になるところはあるのはあるんですけど、まあそんなところはオタクにしかわからないような指摘のネタになるんで、まあある程度目をつぶっていこうかなと思います。はい、そんな感じ。というわけでね、まあこの車両に関してはまあ普通に、もう至って普通にとりあえず組んでいくっていう感じで、レビューの方していこうと思いますので、まあちょっとねシビック愛が強すぎて話が脱線するっていうことがすごく多くなっちゃうとは思うんですけれども、その辺はちょっと多めに見ていただきながら、やっていこうと思いますので、また続き見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけますと、最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。